佐山総合クリニック管理栄養士の森です本日は糖尿病食事療法食事のバランス乱れていませんかについてお話をしていきますこちらの内容は当院で開催された外来糖尿病教室の一部を抜粋し食事療法の基本と食品交換表の使い方について説明しますまずはじめに 糖尿病のの食事療法の基本になります近頃血糖値が高くなってしまうからご飯は減らしておかずは多めに食べていますといった話をよく耳にしますですが糖尿病食は決してそのような極端な食事療法ではありません。体格年齢生活に合わせて適切な食事量と栄養バランスをとり良い体重を維持しながら血糖コントロールだけでなく 合併症を予防し健康を維持することが大切です糖尿病食イコール健康食と考えて楽しく食事療法を行っていきましょうこちらは日本糖尿病学会の糖尿病治療ガイド2022-2023に載っている食事療法の7つのポイントです 1. 腹八分目とする 2食品の種類はできるだけ多くする3動物性脂質飽和脂肪酸は控えめに4食物繊維を多く含む食品野菜海藻きのこなどを取る5朝食昼食夕食を規則正しく6ゆっくりよく噛んで食べる7単純糖質を多く含む食品の間食を避ける それでは1日あたりの目標とするエネルギー摂取量の求め方を紹介していきます。エネルギー摂取量は目標体重×エネルギー係数で求められます。目標体重は年齢に応じてエネルギー係数は活動量に応じてその方に見合った目標エネルギーを決めていきます。例を挙げて紹介します。 65歳男性身長体体重重会社員で仕事内容ははデスククワーク中心徒歩の通勤が15分2回ままずは目標体重を求めます65歳なので目標体重は 1.6×1.6×2256.3kg と出します。そして エネルギー係数はデスクワークで通勤徒歩での普通の労作と考えます。目標体重五十六点三キロにエネルギー係数の三十キロカロリーをかけて千六百九十キロカロリーとなります。この場合は一日千六百キロカロリーぐらいで設定します。次に理想的な栄養バランスについてお話しします。 現在の糖尿病治療ガイドでは1日の摂取エネルギー量の40から60%を炭水化物で取りタンパク質は20%までそして残りのエネルギー量を脂質で取るのが良いとされています当院では炭水化物55%の割合で栄養指導を行っていますななぜなら炭水化物 40から50%では脂質25%を超えやすくなり摂り過ぎてはいけない飽和脂肪酸を減らす工夫が難しいことまた腎機能が低下している場合にはタンパク質が過剰となってしまうためです。ではどのように栄養バランスを整えればよいのか疑問になりますね。そこで、今回紹介しますのが、 日本糖尿病学会の糖尿病食事療法のための食品交換表ですこちらは毎日の食事でどのような食品をどれだけ食べればよいかがわかる辞書のようなものです指示エネルギー量を守りながらバランスよくバラエティに富んだ食品を選ぶことができるようになりますこの交換表は6つのグループに分かれています表1・2は 炭水化物を多く含む食品の仲間ですが表1は主食と澱粉の多い野菜類表2は花糖やブドウ糖を含む果物です表3・4はタンパク源を多く含む食品の仲間ですカルシウム含有量の多い食品の牛乳とヨーグルトは表4です表5は 脂質を多く含む食品で油脂類と多脂性食品です標6はビタミン・ミネラルを多く含む食品の仲間で野菜・海藻・きのこ・こんにゃくです調味料は砂糖や味噌・みりんなどエネルギーがある調味料の仲間となっていますまたこのように表一には炭水化物が十八グラム タンパク質二グラム、脂質ゼログラムと。それぞれ、表によって、炭水化物やタンパク質、脂質の平均的な含有量が決まっています。食品交換表では、二つのルールがあります。これをよく覚えていきましょう。まず、一つ目は、八十キロカロリーが一単位であることです。なぜ、八十キロカロリーなのか。 その理由は私たちが日常の生活でよく食べている量が8 0ロカロリーかその倍量になっているためです。はじめは少し難しく感じることもあるかもしれませんがすぐに慣れてくると思います。2つ目ののルルルーーででですすす同同じじグループ内はほぼ同じ栄養素の仲間ですですから ご飯は同じグループのパン30グラムと交換することができますが、共産の鮭とは交換できません。そうすると炭水化物が減ってしまい、タンパク質や油が増え、栄養のバランスが崩れてしまうためです。1日の指示エネルギー1600キロカロリーを80キロカロリーで割ります。そうすると20単位となります。 食品交換表の中から20個の食食品を食べてよいいですすととうことになります次に栄養バランスを整えるために各表から何単位とってよいのか配分していきます。1 6 0 0キロカロリーの場合には表1に9単位表21単位表35単位表41.5単位表51.5単位 協力一点二単位、調味料零点八となります。そして、それらを朝昼夕。必要があれば、間食に振り分けます。それでは、食品の交換表で。千六百キロカロリーの食事は。何をどれだけ食べれるのかを紹介していきます。まずは表一です。左の画像が。各。 食品ごとの1単位の重量が載っています。右側が1日に食べられる9単位の量です。1食3単位ずつですので、例えば朝食に8枚切り2枚のパン、昼食にご飯150グラム、夕食にゆでうどん約1玉が適量となります。次に表2の果物です。 こちらは覚えやすいです一日にどれか1単位までが適量です例えばスイカなら2切れ2 0 0ム程度が適量となりますまとめて1回に食べるよりも朝昼もしくは昼夕など2回に分けて食べましょう氷酸のタンパク源の仲間です卵1個や 納豆一パック、六ピーチーズ一個など普段見慣れている重量ですね。枝豆はせや付きで百二十グラム。こちらには載ってないですが、豆乳コップ一杯、きな粉、大さじ三も同じ表になります。一日の適量は五単位なので、朝一、昼二、夕二と考えると。 朝食に卵1個で目玉焼き、昼に豚ロース生姜焼き用2枚で生姜焼きと納豆1パック、夕食にサバの4分の1日が1日の適量となります。タンパク源、こちらは不足しがちとよく言われている栄養素ですが、食欲のある方は案外食べ過ぎてしまうこともあります。こちらを取り過ぎてしまうことも、食品自体の油が増えてしまったり、 調理することで塩分を増えますので気をつけていきましょう。表4です。チーズを除く乳製品の仲間です。牛乳やヨーグルト120グラムで1単位となります。1日コップ1杯約180グラムが適量です。ヨーグルトは全乳と脱脂加糖でもカロリーはほぼ同じですが。 脱脂加糖には砂糖や加糖、ブドウ糖、液糖が入っており、血糖値は上がりやすくなります。基本は牛乳や無糖のヨーグルトに果物を添えて自然な甘さに慣れていきましょう。兵庫は油脂類です。マヨネーズ、サラダ油、ごま以外にアボカド4分の1個やピーナッツ15粒、ベーコン2枚などもこちらの仲間です。 右側が一日の適量です。一日に植物油大さじ1、マヨネーズ大さじ1/2が適量です。ここで揚げ物の吸油率を紹介します。ロースカツ普通サイズの3分の2の程度を食べると、大さじ一杯弱の油の量が吸ってます。鶏の唐揚げでは1個で 1.5グラムですから、3個食べると大さじ1/2弱です。揚げ物を食べたときにはドレッシングをノンオイルにするなど工夫してみましょう。表録は野菜、きのこ、海藻類の仲間です。野菜は300グラムで80キロカロリー。左側の写真が1日の目標量です。血糖値の上昇を緩やかに。 また、余分なコレステロールを排出、腸内環境を良好に保つなど、多くのプラス効果があります。毎食、積極的に取り入れていきましょう。最後に調味料です。砂糖、みりん、味噌やソース、ケチャップなど、調味料の中でカロリーの高めのものです。こちらは、あまりにも細かく管理するのは大変なので、 まずは薄味で調味することを心がけていきましょうこちらが1 6 0 0カロリー1食分約5 0 0ロカロリーの献立です一般的な魚定食の献立ですねカロリー計算の方法ですがカロリー計算は食べた量のグラム ÷1 単位の量のグラムで求められます主食 ご飯 150g1 単位が 50g ですのでこちらは3単位主菜のぶりの照り焼き 60g なので 30g で割って2単位副菜ちょっと難しいですが野菜炒め野菜1 2 0 g る3 0 0 g 0 4単位と油2 g 2 g 割る1 0 g で0.2合計0.6単位となります。

昭和50年頃の食事が理想的な栄養バランスと言われていますご飯を中心にした食そして魚野菜大豆などの伝統的な食べ物プラス適量の肉や油脂などが加わった食事になりますそれでは最後に食事療法のまとめです一、1. 食品交換表で自分の適量や栄養バランスを知る二 見合わ量が把握できるように計量する目分量は当てになりません一度でもよいので測ってみましょう三規則正しく楽しく地道に根気よく四いろいろな健康情報に騙されない五食べ過ぎたと思ったら早めに軌道修正栄養バランスの良い食事や日本食の文化を大切にしながら食事療法を 継続していきましょう本日はご静聴ありがとうございました